こういったお尻が下がってる、ピューパタイプの服っていうのは、こうやってスレッドが巻きにくくなってきます。その場合はこのようにバイスを逆さにしてスレッドを上に巻いていくようにするとシャンクの部分が巻きやすくなります。定位置まで来たら元に戻します。ワイヤーというのはハサミでなかなか切りにくいのでまずちょっと戻したところで大体でスレッドで固定します。ハサミでカットしないようにスッとこう引っ張ってこのようにワイヤーを引っ張ってあげるとハサミでカットする必要性がなくなります。フックに対して、大体ですねゲーブの途中までが、ワイヤーが巻いてあります。でここはスレッドだけの部分で、CDC のポストが来てます。そしてこの部分もスレッドだけこんな感じで3分割になってます。次にウルトラワイヤーのブラックの XS これもワイヤーですからさっきと同じように2回ほどスレッドを巻いたら引っ張ってちょうどいいところで固定します。で、ここからワイヤーをだいたい8回転ぐらい巻いたらスレッドで固定。ハサミを使わずこのまま回転してあげると金属肥料できれいに切れます。スレッドで黒のワイヤーとの付け根部分がこう滑らかになるようにテーパーをつけていきます。実際のユスリカピューパのカラーなんですけどだいたいオリーブ色や、ブラウンカラーが多いです。あとクリアだったりとか。ではなぜ黒色で巻くかっていうと単純に目立つからですね。たくさん流れるユスリカのピューパの中でちょっと色を変えてあげるっていうのも効果的だと思います。でシルバーのワイヤーも同じように回転させてカットします。最近のですね 4X ファインワイヤーっていうのはシルエットを細くできるっていう利点があるんですけど軽すぎてしまうんですよね。これで視認性がいい大きいポストを使うと不安定になってしまってバランスが悪くなってしまいます。なのであえて重くするために、ワイヤーを巻いてみるということをこのユスリカピューパでは行っています。ではどうして前面に巻かないかっていうとこの部分までワイヤーを巻いてしまうとまたちょっとシルエットが太くなってしまうんですよね。ですのでワイヤーを巻く部分っていうのは水面に入り込むこの部分だけで十分バランスが取れます。あとこの部分を太くしない理由というのは、意外にこのゲーブのところに空気の気泡がつきやすいんですよね。だからこの部分ができるだけ細い方がこの気泡は小さくなります。このように引っ張ってまず魚出ます。続いてマジックツールのクリップで挟み込みます。次にシザースでストークとファイバーを切り離します。次にもう一つのマジックツールのクリップでハサミ長くて使える部分だけをこのように挟み直します。ここで息を吹きかけて短いファイバーだけ取り外します。最後にこの専用スタッカーを使ってファイバーすべてを
一箇所にまとめます。じゃあこれを、ポストとして使います。ポストを取り付けるときはまず右手でファイバーを持って、左手で持ち替えるんですが、この時親指と人差し指で持ってしまうとこのように隙間が空いてしまいます。できれば親指と中指で CDC のファイバーを持つとこのように密着した状態になりますので固定しやすいです。親指と中指の間にスレッドを挟み込むようにしてこのように留めていきます。 CDC をある程度固定したらそのまま折り返して全てのファイバーを前側に向けます。次にポストを立て相側をスレッドで巻いていきます。角度が決まったらそのままスレッドでボディを作ります。最後にウィップフィニッシャーを使ってポストの裏側でウィップフィニッシュをします。CDC をカットするときは、こうやって手でこうちょっと若干 CDC を広げてあげて、実際 CDC が向きたい方向にしてあげます。これをですね手でこう揃えてしまうと、カットした後と実際使った時の形がだいぶ変わってしまうんですよね。ですからまずこうやって広げて自然な状態のを作ってあげる。次にカット、まずは長さを揃えます。まあ、現場でカットできるように若干長めに設定します。次に下側と上側をカットしていきます。少し流線形になるようにこんな感じですね。上下の形が決まったら次は左右、こんな形です。最後にヘッドセメントでコーティングします。実際乾燥すると痩せてしまうので若干太くなるような感じで、たくさんつけすぎたなと思ったらこうティッシュを丸めて削ぎ落とします。これで完成です。